皆さん待望のエキシビションマッチ、サンフレッチェ広島対モンテディオ山形。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。北澤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。さて、今日のコンディションですが、気温が33度、湿度が 51%、 そしてよく晴れています。さて北澤さん、素晴らしいお天気です。そうですね、我々のいる場所でも結構暑いんですが、この気温はどうなんでしょうか。まあ確かに暑くなりましたけども、問題ないと思うんですよね。湿度はちょうどいいでしょう。さあ、選手の入場です。また本日のピッチ情報はフローランダバディさんに伝えてもらいます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。北村、フォワードの選手です。さあ、キックオフまであと少しです。さあ、前半スタートです。青山、中盤の選手です。柏木、森崎、駒野、一旦後ろへ返します。チェックきついですよね。おっと、上がってきますよ。ああいう局面でも落ち着いていますね。競り合った、短くつなぎます。素晴らしいディフェンスだ。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。そしてここは牧野、激しいチェックが続きます。右にはたいた、頭でつなぐ。高い位置でボールを奪う回数が増えていますね。はい、チーム全体として早め早めに動き出してますよね。ドリブルで上がっていく。ここは一人で上がっていきます。駒野、森崎、柏木、いいプレッシャーだ。チェックされていました。また奪った。おっと、ここでボールを奪った。神谷さん、青江側ですけど、広く使うよう指示を出していましたね。攻撃が単調になってきたのを気にしているようですね。ああ、なるほど。柏木、滑り込む。ここで笛です。秋葉、レフリーから注意を受けています。直接フリーキックです。ボールは正面へ。ヘッドでの競り合い、左にさばいて頭でクリアします。少し出して、ここで激しい打ってきた。駒野、狙ってきましたが枠からそれました。これで試合の流れを受けましたね。確かこの試合初めてのシュートですよね。そのようですね。ここでシュートを最初に放ったのが駒野。中盤での動きがこの辺から急に良くなっていますよね。そうですね、この辺り早くなりましたよね。今前半の40分です。北村、さあ中から行きます。打った、バットバーを越えていきました。いやー、それにしても北澤さん、かなり強引に切り込みましたね。そうですね、積極的に行きましたよね。ヘッドで競る。本橋、外へ開きます。一旦返します。ここで前半終了。さあ北澤さん、前半を終了して無得点のままですが、どうでしょう。そうですね、ゴールは見られませんでしたけども、試合としてはところどころいい場面ありましたね。はい、後半どういう試合展開になりますでしょうか。前半戦が終わったところで0対0、両チーム無得点で一旦折り返します。
後半がスタートしました。先に仕掛けていくのはどちらのチームでしょうか。モンテディオ、ボールを回します。右サイドから中に誰もいない。さあここまで上がってきました。必死のクリア。サンフレッチェ、ここはしっかりと守りました。下がったボールは森崎、服部、右に送ります。牧野、チャンスになるか。ここでホイッスルがありました。さあキッカーは森崎、中へ入れてきた、ヘッド、決めた、ヘディング。サンフレッチェ見事な先制点。ウェズレイ、ポジショニング素晴らしいセンス。試合は後半得点が動きました。でもポストに跳ね返ってましたからキーパー取れませんよ。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。ああ北澤さん、サンフレッチェ後半に入ってようやく互いの実力差が見えてきた感じになっていませんか。さすがといった。さあモンテディオ、先制点を許しました。そうですね、山形としてはちょっと嫌な展開になったということでしょうかね。激しいチェックに行きます。いい攻撃だ、よく守ります。北村、横山、ようやくこの2人の2トップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。激しいチェックが続きます。森崎、駒野、落ち着いています。さあ攻撃に注目です。ここで組み立てていく。サンフレッチェ現在1点リードで後半を迎えていますがいかがですか。はい、まだ流れは掴んでますよ。きっかけさえあればまだいきそうですよ。なるほど、回します。時間は後半30分を経過しました。ファールがありました。フリーキックです。財前、一気に前方へ、右サイドへ出す、いい守りです。ちょっとよろしいでしょうか。ホーム側ですけど選手に対してアップの指示を出したようです。どうやら一人だけですね。はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました。これ選手変えてきますかね。やっぱりリードしていることもあってね、逃げ切ろうということなんでしょうね。なるほど。おっと、柏木、奪った。さあここに出てきたぞ、行くか、同点のチャンスだ。硬い守りだ。カビラさん、あ、どうぞ。ロスタイム出ました、2分です。なるほど、2分ですか。さあ後半ロスタイム、駒野、このスルーパスはオフサイド。戻りかけてたんですけどやや遅かったようですね。頭で競り合う。ここで試合終了です。1対0、サンフレッチェ1対0で勝利。踏ん張りました。いや北澤さん、後半の得点が決勝点となりました。どうご覧になりましたか。前半はちょっと膠着してましたからね。広島としてはやっぱり後半に挑む上でね、気持ちの面で上回ったところが勝利につながったと思いますよね。そうですね。さてそれではざっと今日の印象に残る場面を思い返してみましょう。後半12分、ウェズレイ、先制点となるシュートを放ちました。申し分のないキックだったんですけど、ポストに当たってましたからね、キーパー反応できないですよね。そして今度は試合終了後のデータを少し見てみましょう。サンフレッチェボールも支配してましたね。
はい、よく回せましたし、やっぱりその辺の結果が数字に出ましたよね。ご覧の通り結果は1対0。サンフレッチェ勝利をものにしています。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお伝えしてまいりました。ごきげんよう、さようなら。